回あれでしたね、店舗さん違かったんですけども、はい、今回からですね、3ヶ月間こちらかな、うん、メガガーデン、所沢スロット館さんですね、全4回僕とね、うーちゃんがバトって、そのトータル数、サマイスによってどちらかが罰ゲームといった中、今現在何枚でしたっけ、僕が3180枚勝ってるということは、どうすんだ初戦で、あとでも3回もありますから、3回でやれたか、何やってんの、あの、ちょっと待って、もう、わかるか、バカにされてるぞ、バカに、ちげえだろ、まあね、もう台を取ってる後なんですけども、このオープニングはね、僕はね、やっぱ打ちたかったんですよ、1台しか設置されてないドンツーがね、60番で取れたんで、あ、やっぱね、いろいろとちょっと伝えたいのもありますし、6号機のね、まあアクロス系一発目なんで、まあ、ちょっとね、そういった楽しみ方とかもお伝えしつつ、まあ、やっぱり永代坊主さんなんで、ここでなんとかね、見せたいなっていう感じで、今回はそこからスタート、戦略が見えた、あなた、わかります、あなたが殺されるのを俺は待つケース、この今回はですよね、はい、ここで開いちゃったらもうまた字が変えますけど、今回はちょっとね、安牌に、うーちゃん何取りました、これね、ディスカップ最初取ったんだけど、ほう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 、これじゃあリノポンの思う戦略のツボじゃん、最初ディスカップ取ってたのに化け物に移動して、でリノポンの戦略を今聞いたわけ、あーそうそう、だったら今のプラスをディスカップで固くキープしといた方が、ディスカップ硬いか、硬いよ、いや俺ね、俺そんな負けたことない、うん、相性がある、俺今マイナス8500枚ぐらいマイナスそれね、相性が悪いの、リノポン昨日ニンニク食べた、食べたよ、いっぱい食べてる、やっぱり、うん、だってラーメンも食べたし、家系の、だってなんか臭いもんいやいやいや、俺いつも負けた時に臭くなるけどさ、あのもう俺スタートから臭いってまあまあじゃんいつもさいつもね、口臭くなってるでしょっていう時はね、はい、臭くないんですよ、はい、今日はね、本当に臭い今日は本当に臭いです、じゃあいつも意外やられてるスタートではい、うん、これよく、じゃあ今日の実践、僕多分いい方向向くんで、いいスメルで最後 お別れできるんじゃないですか、そうですねあの離れるじゃないはい、ということで早速実践スタートです、スタートです、ちょっと最初ディスカップ取ってたんですが、化け物語に移動しました、まあね、もう打てなくなっちゃうんでね、昨日がね、化け物語前代まあまあ出てそうなんです、だから今日がちょっと回収の可能性もあるんだけど、まあ3台中1台ぐらい何か期待できる台ないかなと思ってっていうのもあって座ってみました、はい、ということでライターバトル X 第2戦目いきます、私はドンツーからということで、これドンちゃんが3種類選べるんですけど、デフォルトは緑ドン、バランスがいい演出型で、ね、青ドンは、子役ナビが、かなり発生しやすいんで初心者向けで、赤ドンは、演出が少ない感じで、僕はねちょっと緑丼か赤丼の方が面白いんで、緑丼からスタートしていこうかなと思います、すげえいろいろとね法則があるんですよ、まず今左花火打ち上がったじゃないですか、左だけの場合は提灯否定するんですよ、提灯だけで、右だけの花火はリプレイのみを否定すると、右からの花火で、まあ、リプレイを否定するわけじゃないですか、リプレイが揃ったらその時点でリプレイチョークとかで、今ボーンって言ってビリが走りました、この時点でチェリーを否定します、で音なしビリーっていうドーンって音がしなくて、ビリが走るとチェリーオアボーナスと、なんであのね、この法則分かっとかないと結構楽しめないと思うんですよ、でどんどん来ましたね、はいはい、スイカを、まあ殴ったんで、この時点で両オアチェリー、はい、この時点で今すげえいろいろあるな、今
消灯が2種類あったと思うんですけど、まあ、第2停止の時に強消灯っていうのは、ちょうちん、チェリー、両のいずれかになります。でなのでこれで、まあ、今はこれチェリー王は両対応なんで両が外れればボーナスと。で、今右ミスターブン、ミスタードゥかな、これは、ボーナス確定で、あとですね、通常時演出がない時点で、量を否定してるんでそれも覚えておいてほしいですね。爆弾の場合は、外れか超人、とりあえずはねオーソドックスに、まあ、この枠上段に、まあ、バーを狙っていく形で、で、今、まあ、これ外れなんですけど、この場合はリプレイか外れ、外れというか、まあ、ど真ん中を殴った場合はリプレイオは外れで、設定推測に関しては、まあ、ほとんどね、あ、その子役の数値とかまだ解析情報出てないんで実践値でしかないんですけど、提灯が AB ってあるんですけど、その合算値が約ね 6.5 分の1から7分の1ぐらいっていうね、まあ、実践値出てますんでそこを目安に見ていきます。あとはボーナス合算は135ぐらいから165ぐらいかな。一応花火の種類は4種類あって、右左と三連、あとデカデカ花火がありますね。三連が提灯王は両で、デカがデカ花火がチェリー王は両。ちなみにチェリーも提灯も両もフラグは AB 両方ともありますね。まあ、これとかもあるんですよ、筒に入るかどうかによって、筒に入らなかったら提灯確定なんですけど、入ってなおかつこの三尺玉か、まあ、おっちゃんとかあるんですけど、その玉が入った種類によっても対応薬が変わるととかいろいろあるんで、でこれ3つとか打ち上がるとチョークの可能性が高い。そのね演出今めちゃくちゃ僕めっちゃもう入れてるじゃないですか。これをね覚えると後でめちゃくちゃ面白くなるんで、じゃあもうこれ1名でも話してく、あの中リールでも強いのはチェリー、リョウ、チェリー、まあチェリー、氷、チェリーみたいな花火のねあれと一緒で、あれはもう出た時点で、まあ、小屋が外れてば全てリーチ名です。で提灯あざみ、この停止型から提灯ハサミで、まあ、提灯外れ型でリーチ目になるのは右リール上段ドンちゃん以外は全てリーチ目。あとはダブル電波かな、順押しして提灯とリプレイがダブル電波して外れたらリーチ目。あとは枠上ドンちゃん、枠上ドンちゃんでリプレイが転廃しててそのリプレイが外れる形、まだいっぱいあるんですけど、あとはバー上段転廃もリプレイ外れてリーチ目。あとはドンちゃんが中段、これも二角、まあメイン的にはそんな感じかな。ですね、僕は冒頭でちょっとすごい大事なことを喋るのを忘れましたんでちょっと説明しますね。このねドンツーは中右ともに量をこぼしたわけですよ。まあ今までの花火だったらバー図柄がね氷とかの大王図柄だったんですけど今作は違うんですよ。なので演出が伴った時は、まあ、量の可能性があれば中右とも、まあ、赤穴付近ですねを目安に量を狙っていただくといった形で OK。おっちゃん一尺玉か、一尺って読むんですかこれ、一尺玉持ってるんでこの時点でね外れか外れ王はリプレイを否定するんですよ。外れ王はリプレイを、だからここにリプレイ来ないでほしいな。外れ王はリプレイを否定するんだよな、多分当たってますよ、多分リプレイチョークだと思います。でここで今第3ショートを伴って、まあ、
これがリプレイチョークしてるかもしれませんよみたいな演出なんですけど、打ち上げチャレンジって。で、この花火の種類が3種類あるんですけど、玉張りはね、ハズレオはチェリー対応だったと思います。狙いようか、狙うよ、ほらっていう感じだから、法則さを覚えておくと入ったなっていうのはその場で分かるんですよ。で、ここで今を入賞させてプッシュを押すとリプレイショークだったというのが分かる。ちょ、レギュラーは12ゲーム消化で終了するわけなんですけども、まあ、1枚役を回避していくわけですよ。で、今ブーンってなった時は1枚役なんですけど、この際はビタできない人は3連ドンチャンを左リール狙ってもらえれば大丈夫。それ以外の、示唆設定推測を進めていきたい方は左リール、バー、チェリー、バーをビタこれしてもらって、ここら辺は4個まで滑ります。右上がりにしか揃わないんで、これでバーを揃えると。で、これでビッグ中の花火の示唆よりかはレギュラー中の花火の示唆の方が強いみたいです。で、今のが1枚役なんですけど、それが4回までは今の打ち方でいいんですけど、5回目からだとそのボーナスのゲームが12ゲームしかないんで損をしてしまうんで、その1枚役を取ると。5回目は僕さっき楽しいだろうって自分でほざきましたけど、法則間違えてましたね。一尺玉を持ったおっちゃんに関しては外れと提灯を引いてですね。で、一尺玉持ってないおっちゃんがあれですわ、リプレイと提灯を引いてだ。で、今レギュラー1回分と、ここ47枚貸しなんですけど、470枚約570枚使ってトータル401ゲームしか待ってないんですよ。全然待ってないんで、ちょっときついと思う。正直ボーナスも当たってないしね。でも、やめない。絶対やめない。やばくない？やばない？これ516回してワンレグだぜ。やばない？1でも165分の1ぐらい。やべえな、今日も持ってるわ俺。だけどどうかな、197ゲームで1回目の回転の儀です。そう、よし、 OK、 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 ああいい調子ですよ。もうすでに赤、よし、よし、ハッピータイム確定です。ヒノブ出てこい、よいしょ。はい、ということで215ゲームで開始の日からアップタイム入りました。これは活かしたいね。まあ、投資が8000円、これもうバイバイ確定だよね。胸熱、引き強、よかった、駆け抜けなかった。あ、これはいただきたい。あー、誰か、まだまだ行こう。 OK、OK、 まだまだ行こう。あ、やばい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 、うわー、マジか、うわー、少ない。
わー、本当にもう気持ち程度しか返ってこなかった。ダメかよ、あと1回、あ、終わっちゃった。ここでレア役を引くしかない。うわー、ダメだ。うわー、ダメだった。あ、でもまだ推しの3ステージ解除連あってほしいな。かな、おしめは羽川さんに変えた方が良かったかな。ストレスの日だから。はい、本日2回目の解除の日でございます。おろやばい、スイカ、これで、あ、変わんない。なに今日デカプッシュ出すぎじゃない。ナブー、そうそう、ゲロアツです。これはいただきましたよ。あれ、あれで当たる？マジかよ。強そう。お前。本当かさ。足りない。なんか必要いんだけど引き弱いな。あと1回ベル来たら終わり。さあ。うわー、終わった。382枚。いや、うい、うわー、あいえー、今日も強いですよ、俺様はね。やってください。引き戻して、これちょっとこの台本当にあるかもしれない。よし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 。うわ、あと1回ベル来たら、うわ、もう終わりだ。まあ既存さっきの追加、まあ今プラスにはなりましたけど、終わった。うわー、下皿にメダルがないね。やべえ、すげえ機嫌悪そう。失礼しました。うわー、何あれ、マジギリしてんじゃねえか。え、殺人鬼の目をしてるね。
何しに来たんだよ。あの様子を見ると、あのニンニンニクがそう、ちょっとしんどいっす。なんだよ、もう自慢。いや違います。白ならでも引いたの。引いてないです。いや全然そんなめっちゃ調子いい感じじゃないですよ。まあ普通なだけで。普通に普通でもねえよこっちは。普通にプラスなだけで。あ、そうなの。はい。え、プラスなの。はい、プラスですよ。また負けじゃん。また負けじゃん俺。いやなんかちょっとヤバそうっすもん。そうでしょ。全然回んないしでしょ。あ、そうなんだ。うん、やべえやべえ。うん、やべえけどちょっと楽しんでいいっすわ。うん、そうですか。おのおの頑張りましょうよ。頑張れ。うん、楽しもう。大丈夫、大丈夫だった。え、大丈夫。だ、大丈夫じゃない。結構臭い。だんだんちょっと別の匂いが。また後で多分良くなるから。あ、そっか、状況良くなるんで。あ、じゃあ大丈夫大丈夫。頑張って。ありがとう。敵ながらね、敵ながらあっぱれ。敵ながらね、あっぱれ。お、あーでも外れ。お、二角やん。当たった。超お久しぶりでございます。おっしゃあざっす。ということで634ゲームかな、投資13本で、ボーナスの察知手順なんですけども、上中段にバー狙いましょう。これは貯金で、これで赤7ビッグ確定です。でバーが、まあ、停止してバーを狙って揃わなければドンビッグといった形で OK です。はい、 OK。 いや17本で、ボーナス中はですね、技術介入要素たくさんあります。まず、はい、ですね、上段、まあ中段で、まあ、逆をして中段で長中間転廃しない場合は、技術介入要素がありまして、設定推測する場面があります。この場合はですね、バーチェリーバーの上のバーを中段にビタ、はい、これで、まあこれ蝶々なんですけど、この花火によって設定しさが行われていると。でまずこれがデフォルトなんですけど、この場合は1回技術介入入れましょう。あ、ごめんなさい、3連ドーンをビタします。今ちょっとビタ失敗です。はい、でここからビッグコーが22ゲームの RT あります。で、まあシュワシュワシュワンって言いましたね。ランプがつきましたら外れ、まあ前夜です。前夜があります。で、まあ3個なんでこれ両対応だと思います。でここに止まったらリーチ目、まあ外れたらリーチ目。この停止型がもう両はボーナスなんで。でまだ解析数値は出てないですけども、この最中の外れ確率にも設定差が設けられてるみたいです。お、出ましたわ、格闘技大会。この時点で外れオア量なんですけども、ドンちゃんが先行で攻撃すると量オアボーナスになりますね。でこれタゴサクっていうんですけど、タゴサクがパンチをした方が大チャンスですね。今はなんかもう羽交い締めみたいな感じでしたけど、これ多分ほぼ外れ。なんだかんだね、今760ゲーム回してるのかな。でボーナス2回ですけど、楽しいっすね。楽しい。あ、これこれこれ、パンチしたでしょ。これパンチチャンスなんですよ。あ、滑った。ということは量はボーナスだね。リプレイは否定されてるから、じゃあ赤がテンパっちゃえ。二角っすね、こういうことっすよ。一応赤狙っちゃいましょうか。じゃあ、はい、 OK。 こういう楽しみ方。128ゲーム。で子役ナビ型なんで、めちゃくちゃね、あ、チャンス、めちゃくちゃこう演出が発生するわけですよ。それはちょっと嫌なんで。お
お、来た来た来た。おっちゃん、これそろそろさ、そろそろな、これなんか外れそうじゃない？ハンターハンターみたい。おおこれも美人さんね、これもうね、まあまあ美人さん。11ゲーム早いの来たよ。あーでもドンちゃんピック来ない？あー残念だったと。はい、まあまあまあいいでしょう。チャレンジ組み立てか。赤下段。おあおおおおよっしゃーだよな。当たってんの？ああ、ボーナス当たりました。やったぜやったぜやったぜ。はい、何なんだろう、赤7周りがまだね、やっぱ狙えないがゆえに、狙いづらいがゆえにちょっとわからないんだよな。この目なんだよな、赤7枠内に押して、これも子役1画目なんですけど、お腹寒いな。これ逆にっすよ、ドンちゃん上段まで滑ってきたらどう思うみたいなね。今枠上にドンちゃんいるんですけど、今ね普通にチェリーこぼしてもいいやって感じで狙ったんですけど、これゲロ圧っしょ多分ね。えやべえやべえな、面白いな。あ、おお、さっき言ってたドンちゃんが打ってきた。じゃあ赤の投げ段ぐらいに、おお、こりゃーやばいね。これドンビッグだろ、狙っちゃうよ。うわすごいね、今日一です、ハッピーバースデー207ゲームマジか、すごいね、思ってた通りな感じでした。最高、リール制御最高。お、当たり、略しますけどこれがリプ長です。いやこれループしちゃおう。わー外れー、おーわお、あれ大丈夫こんなデメ見たことねえけど、ドンちゃんだよなははってドンちゃんやろ、分かってるね。 OK、 これ確定ですね。これねビタだと中段に揃うのかな、一回やってみようかな。ああ、そうですね、ビタだと中段ライン揃えますわ。まあ先ほどね、RT 中ボーナス入ったんで、まあそのままね、言いましたけども、あのね即小口なんですよね、 RT 中のボーナスはほぼその時リプレイだったら、まあその当選ゲームで告知、まあチェリーとかもそうですなるんで、まあ本当に花火と一緒ですね、音が BGM が止まるっていう。
けど赤いけど、あー微妙、ツボ感なし。うわー持ちメダル30枚ぐらい、耐えたー。追加投資変えた、うわーしかよ、プッシュボタン、おお熱い熱い、継続きた、継続、汗汗、もう一回もう一回、よし、おお、これ熱いんじゃないの、バイバイは行きたいでしょ、大チャンス以外、大チャンス以外、おーよし、まあまあよし、オッケー、オッケー、6枚、6枚スタート、でかい、これ欲しい、これ欲しい、おーしゃー、よしよしよし、ついに、あー100枚超えたよ、やっと超えた、やっと100枚超えた、やっと、よしよし、やっぱ伸びてきた伸びてきた伸びてきた、この調子、この調子でいこう、あーさよなら、さよなら、ちょうど508、ラストチャンス、戻しなし、ハロー、ハロー、差し入れ、なんかちょっと見覚えない、ちょっとなんか似てない、ちょっと似てる、わかるでしょ、似てる似てる、好きじゃん、いや好きじゃない、お祝い、いや好きじゃない、飲んで飲んで、さっきドリンクもらったし、あ、つ冷た、うん、好きなやつ、冷た、うん、飲んで飲んで、絶対飲めよ、絶対飲めよ、絶対飲めよ、後で、後でいただきます、うん、はい、絶対飲めよ、後でいただきます、はい、すごいな、なんか常に見られてる感覚になってきちゃった、なんかさっきの眼差しが怖すぎて、怖、夢に出てくるよ今日、あの顔夢に出てきますね、怖いわ、やっぱ幽霊よりもさ生身の人間が一番怖いから、なんかあれでしたね、状況見に行ったのに忘れてましたでもその最高出生っていうのが獲得した枚数だと思うんですけど、600何枚とかだったんで、そんなにもしかしたらプラスかもしれないですけど、そこまで僕との差はないのかなと思うんですよ、で、まあ、AT 中でもなかったんで、イコール俺の優勢、勝手に言いますけど、え、ちゃんと押してた？
大丈夫？これで提灯とか揃ったらどうします？もしかしたら、もしかしたらですよ、提灯 B あるんで。あー、そっかそっか、あーあーあー、マジか。でもまあ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 、さっきは二角がありましたからね。あー、でもなんかこうやってなんかやっぱいろいろ考えるのおもろいっすよね。ちょちんおばりょう、ちょちんはりょうなんで、これも赤な狙えるわ。一コマ滑ったかな。でビタしてないんで、これ量の可能性が高いような気がする。おお、ハッピーバースデー243。よしよしよし、いいね。ウェイスで赤っすわ。よし、いや面白い。あれあんじゃねえかこれ、どうだい。上がらないして。うん、外れない。これでね、上がらない滑ってくれば2角だったんですけど、まあこれ両癖ですね。おっ、ふう、あー、レギュラーか。よしよしよし、やっててよかったー。ハッピーバースデー。 OK、 140のゲーム。いやー素晴らしいね。今言いました？ブーンつって、ちょっとね音で分かんなかったな。ブーンって言ったか分かんねえんだけど、ブーンって言ってないんじゃない？だからもう一角よ。これは本当にあれだったかな、音なしだったかな。これでリーチ目ね。おお、当たったね。音なししたね。でノンビックは否定されてんのかな、それとも一枚かな。これあれっすな、両両バーの一枚の可能性もあるんで、これで言えたらノンビックは否定されたわけではない。うん、おお、40ゲームまくったね。マクリーノだよこれ、マクリーノ。はい、ということで、残り実践時間もあとわずかとなってきまして、今ですね、自分の今日の実践収支がプラスになったといったところで、ちょうどね区切りもいいかなと思いますんで、今日はね、もうここで終わりにしようかなと。本当に楽しかったです。お疲れ様でした。いやー、なんか今日本当後味めちゃくちゃ悪いな。さっきまでめっちゃモチベ高かったのに、後味めっちゃ悪い。絶対これのせいじゃん。ニノポンの怨念と因縁がこもったデカビタチャージもらってからもう挙動おかしくなったもんね。ねえねえ、完全にもう生き量を飲んだよ俺。ちょっと回ってみます、とりあえず回ってみますね。ディスク開いてんの？開いてない時代。ディスカップに移動します。はい、ということでディスカップ移動してきました。見てくださいこれ、だいたいね下がってる台はこ
こうなる可能性が高いですから。いけますよ、まくってありますよ。今投資が13,000円。まあ何枚あればいいんだ、13,000円だから7に14、まあ700枚くらいあればプラスでしょう。ペリラリポン来ました。あ、熱いんじゃねこれ。お、当たったか。あ、当たったね。よっしゃー、ビッグビッグビッグ。あっ頼む。よし、おっしゃー、すいません、ちょっと集中するんで一切喋らないです。格好悪かったんでボーナス全部カットで、あ、成功した時とこだけ全部つなげてくださいね。きたー、エブリバディティー。おー、シンディちゃんでした。よっしゃー、ダメか。え、やりました。あー、レギュラーか。おい、あれー、赤ナナですか。540万円、エプレティ、あと500枚、あと500枚。582枚、ランスタイム80ゲーム、DJ ゾーン59ゲームでございました。最後に、外れろ。9万やったー。さっきの当たってた。ビッグ。あ、否定してる。おーい、おほーい、おら、引き強だぞ。集中するんで見ないでください。Ready?
うわなんだ、じゃあダンスタイム分って感じ。うわでも嬉しい、ここでこのビッグは、もう一発ビッグあったらまくれんじゃないの。ペペペペペン、ゼロ、86ゲーム、あざした。860枚で終わりにしたいと思います。どうだったでしょうか、 A タイプ大好きポジさんの実践機。ありがとうございました。おい、A タイプ大好き悪魔さんの結果どうでしたでしょうか。いや、どういうことですか。あの、なんか、なんかぼーっとしてるし、顔がなんか、顔もなんかテカってますよ。なんか、こねってるというか、テカってるというか。テカりますよ、大丈夫ですか。テカりますよ、そりゃテカる展開だったんですか。テカりな、なんか、テカりなんですよね。テカりなんですよ、相当油乗っちゃったもん、だってすげえ乗ってますよ、うん、ということで、あの、いいですか。早速、はいはい、結果、結果ですか。じゃあ僕からいきますわ。言ってくださいよ。まあ、もうもう言いますけど、うん、あのまあまあ、うん、楽しみまして、投資がですね、前行きました、最初は799枚、うん、で回収がですね897枚といったところで、なんと最後まくりまして、マクリーノのプラス98枚。思ったより投資してないんですね、うん、まあまあしたんじゃないですか。あの時間からではもっとしてると思った、はいはい、しかもプラスプラスになったんですよ。まあ一応まあ大的にはね、ちょっと厳しい部分はあったかもしれないんですけど、やるやん、今日プラスすげえ楽しかったです今日は、うん、やればできんじゃん、うん、なんで、じゃあその偉そうなテカリナ、テカリナさんですか、の結果いいですか。はい、デカリアさんもね、別にデカリアさんみたいだけど大丈夫、別に、はい、うん、別にしくったわけじゃないですよ。しくってない、はい、投資が987枚、あー、まあ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 、まあ、うん、で、回収がね、860枚ですよ。あー、うん、で、マイナス127枚なんで、ディスカップ最後移動したんですけど、あれがあんなにはまらなければね、プラスでしたよ。まあということは、今回で、ね、2戦目の合計で、うんうん、僕とうーちゃんの差が、はい、2955枚。まあ、うーちゃんが AT 切って、うんうん、ある程度しくるのかなと思ったんですけど、うん、しくらない。しくりませんよ。なんでね、ちょっとどうしようかなと。残り2戦で、計画失敗。あ、切ってもらってね。ということで、また、うん、またじゃあ、うん、次回もね。じゃあ、おい、締めようよ、もう。締めましょうよ。本当は怒るぜ。あ、それは困る。じゃあは。じゃあダメよ。あ、じゃあダメ。あ、いや、まあ、ダメですか。じゃあはダメ。じゃあダメなんだ。ダメだと思う。さすがに。じゃあ、諸君たち、また次回会おうな。ライターバトル、ありがとうございます。あの、はい、雨強くなりました。急に雨強くなりましたよ。この瞬間に。これやばいね。この瞬間に土砂降りになりました。帰れっつってね。帰れっつってるわな。そういうことですよ。そういうことっすよね。すいません。持ってるなー。持ってるでしょ。持ってる。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。